喉が壊れてしまいました。今朝パチンコ屋に友達と行って、誰だこいつってなったあいつの喉が潰れた。イブラヒムが今年の抱負出してたな。なんかさ、喉が壊れてしまいました。すいません。なのでこの喉が治るまで配信の方お休みしたいと思います。なんで壊れたかと言いますと、先週あたりから喉の調子悪かったと思うんですけど、今朝パチンコ屋に友達と行って、喉の状態が悪い中パチ屋の騒音に負けないぐらいの声で友達と喋ってたらこうなってしまいました。皆さんも季節の変わり目なので風邪ひかないように気をつけてください俺がずっとさ、これって何々なの、これって何々じゃね、お前それ何って聞いて全部大声で答えてあいつの喉が潰れたマジでおもろかった。あれ知らん、あれ誰だこいつってなった。マジで知らん人の声だった。目の前で聞いてもマジで声違った。パチスロってさ、めっちゃ音でかいの店の。俺結構負けたね。でもね、楽しかったな。脳汁が出ちゃうんだよね喉が壊れてしまいました。今朝パチンコ屋に友達と行って、誰だこいつってなったあいつの喉が潰れた。